こんにちは、カーピです。さあ今日もカープ人生オーダー強化、そしてコストリーグオーダー強化やっていきましょう。ショップメンテやっと終わりましたね。いやもうガチャの終了に間に合わないんじゃないかなって心配しましたけど、いや間に合ってよかった。ということでキャッチャーのガチャ、 OB 第1弾狙い撃ちガチャ、この2つを今回回していきたいと思います。 OB 1弾イベントネットスタジアムは4894位、無事に小路さんを2枚ゲット。これで凸4ですね。あと2枚で称号ができますんで、今日は A ランク2枚が欲しい。ちなみに去年の小路さん持ってますけど、未来のコストオーダーのために残しておこうと思います。コスト1を節約する。相澤選手もガチャ回していきますが、能力下がりましたね。ミートパワー系マイナス4、守備的線に補給、スローイング肩全部マイナス。ラインナップの中でも相澤さん厳しいですね。今のカープ人生オーダー、相澤さんはここと入れ替わってスピリッツ100アップ、浩二さんも入ったらさらに100アップ。明日はスピリーグガチャもあるから97500ぐらいになりますね。ということでまずは戦力強化いきましょう。10連目、いや待たされましたね。ショップメンテガチャ終わっちゃったらどうしようかなと思いましたけど、ほんとよかった。今頃全国各地で怒りのガチャ分増しがされてるんではないでしょうか。笑わないか。渡した分記憶してくれてもいいよ。ないな、動きがない。やっと来た浅間選手 A ランク。最後は20連目、そうそうコストリーグのオーダー構成動画にしないといけないですね。オールレースにするにはまずは世限定で組む方が早いかもしれない。将来カープだけで組みたいですけどね。近々動画出しますね。んーないか。ここも静かやな。確定だけ。30連目、さあ1回目の確定枠外すと地獄の戦力強化。100連目以降勘弁願いたい。頼むでお願いします。やばい感じやな、やばい匂いがする。愛想ねえな、メンテ待たせたっつうのに。いや渋いな。まあいいや、ここで当てる。相澤選手おっしゃす。マジか、終わらない、続けていく。40連目、明日からスピ監督ガチャですね。意外と早かったですね。カープから登場するのは石原監督、また A ランク手に入れにくそうですね。茂木さん極秘謝罪。いやー何も起こらない。最後まあこれ50連目。ちなみに先週のホーリーグは7位でした。銀の枠ゲット、もう一つ上だったら最高記録だったんですけどね。今は14位、今週もチャンスあるか。S 全然ないな。ほんでハムしか来ないな。確定枠2回目、ここで引こう。もうあんま長いと編集が大変だから、もう引かしてくれ。狙い撃ちもあるからさ勘弁してくれ。頼むでカステラ、託したぞ。本当に当たんねえなお前は。進歩がないよな、こう2年間何をしていたんだ。やーべえこれ外した感じあるな。演出なしで来てくれ頼む。うわまた尺が心配。70連目、マジかー、こうなるんか。よっしゃ S 来た、 S 来た、これ引けたわ。ありがとうございました。さあ当たれ、マジでお前ってやつは本当に。くっそおちょくってんな、おちょくられてるわ。 S 泣けないか。最後にスランク泣けないか。80連目、いやー厳しいね。
この世界厳しい。メンテ待たされ、自治今引けず。おお、今度こそ頼む。ピーカステラ。いやでもまだ望みある、まだ可能性はある。お願い、かん、うん、カステラ。ええか、最後は90連目。マジかよ、後がなくなった。ここで引けないと地獄。幸子は来ない、青く燃えない、バッと当たらない、飛ばない。ひでえよカステラ、メンテいっぱい待ったのに、メンテ明け楽しみしたのに。頼む最後に。カステラさんひどすぎ。とりあえずコウユさん2枚取っとこう。いやひどかったな、戦力強化あんまりだぜ。カステラにボコられた、ひどあまりの仕打ちだわ。ほんで何も出ねえし、狙い撃ち20連目。 S で来い、 S で攻めて、 S で来い。通過ここで相沢さん引けてもいいよ。まあそんな甘くないか。浩二さんは、浩二さんは OK、 これで極み。よし、あと1枚浩二さんお願いします。青く燃えて、ぐぬぬ、笑って、愛想ねえ、メンテ待たせて、愛想ねえな。最後浩二さんで、ああ狙い撃ち40連目。いやーゴーストリーグの準備も楽じゃないですな、お金かかりますな。これで終わろう。出た、まだか、来た、まだか、今度こそゴージさん、終わった。もうカステラのせいで尺長いって。編集、標準動画出せるかな。あ、出した。